国部宅は日本のノンフィクション作家 NHK ディレクター宮城県出身1988年早稲田大学法学部卒業1988年に NHK 入社2009年奥アマゾン密林の最後の石器人と呼ばれる矢野間ミ族を150日間同居取材したドキュメンタリー番組 NHK スペシャルヤノマミ奥アマゾン現象の森に 生きるを制作。同年 NHKBS ハイビジョンで矢のまみオクアマゾン原初の森に生きる制作。さらに矢のまみオクアマゾン原初の森に生きる劇場版は映画として劇場公開もしている。番組、映画に関わるナレーションすべてを舞踊家の田中民が行っている。なお、同番組を書籍化した矢のまみで2010年代10回。 石橋炭山記念早稲田ジャーナリズム大賞受賞。2011年、第42回、大谷総一ノンフィクション賞を受賞する。これまで手掛けた番組には、同話組4年目の夏、隔絶された人々イゾラド、ファベーラの十字架2010夏、あの日から1年、南相馬原発最前線の町で生きる、沢木光太郎推理ドキュメント運命の1枚、戦場写真最大の謎に挑む。 シンシルクロードなど、ありがとうございます。